今日の御言葉、マルコの福音書4章15節から20節。道端にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれた者とはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれた者とは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。キリスト者として成長するためにはどうすれば良いでしょうか。ここに答えが書いています。それは御言葉を受け入れることです。純粋に御言葉を受け入れることです。御言葉をしっかりと受け入れ、その御言葉に忠実に従っていく人、こういう人は30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができます。しかし反対に、御言葉を 100% 受け入れていない人、こういう人は成長することができません。御言葉を完全に拒否っている人、こういう人は論外です。そして御言葉を受け入れはしましたが、迫害や困難が起こるとすぐにつまずいてしまう人、こういう人も成長できません。また御言葉がまかれはしましたが、いろんな誘惑、いろんな欲望によって邪魔されてしまって 100% 御言葉にフォーカスできていない、従えていない人、こういう人は成長することができません。まず私たちが一点に集中しなければいけないことは御言葉です。御言葉をしっかりと心の中に受け入れましょう。そして御言葉を 100% 実践すると心で固く決意しましょう。そうすればあなたは霊的に成長していきます。今日も御言葉を拒否るのではなく、完全に受け入れて完全に実践するものとなりましょう。 All for Jesus。